はい、村田町の東北自動車道下り線須郷パーキングエリアからお伝えします。私たちこの場所にですね午後3時半頃に到着したんですが、その時は駐車場がですねもう本線に車の列ができるほどもう満車状態でした。この時間になっても多くの車訪れていて、ナンバー見てみますと東京だったり神奈川だったり千葉だったり関東圏からの車が多いですね。また先ほどは京都だったり滋賀、関西圏から帰省客だったり、さらには遠いところで広島からの帰省される方もいらっしゃいました。そういった帰省客の皆さんで賑わっているパーキングエリアというふうになっています。ちょっと帰省される方にお話聞いてみたいと思います。こんばんは。こんばんは。今日はどちらからどちらに向かわれるんですか？千葉から仙台です。千葉から仙台の方にお盆でですね、どうです、車運転されていて混雑とかはなかったですか？そうです、結構事故渋滞が多くて運転大変でしたね。そうですか。お疲れ様です。どうですか、新型コロナ5類に移行して、初めてのお盆になりますけども、どのようにお盆過ごされる予定ですか？そうですね、子供もいるのでちょっと感染対策はしつつ、でもやっと動けるようになったので、初めてひいおばあちゃんおじいちゃんにも会えたので、楽しく過ごしたいなと思います。わかりました。ゆっくり過ごしてください。どうもありがとうございました。この後も運転お気をつけください。ありがとうございました。そしてネクスコ東日本によりますと、今日東北自動車道下り線がピークを迎えていまして、午後1時には泉スマートインターチェンジと対話インターチェンジの間でおよそ11キロの渋滞ができたということです。またそういった渋滞だったり長時間のドライブの方たちが休憩としてこういったパーキングエリアを訪れているというふうな形ですね。で、私今訪れているのが須郷パーキングエリアなんですが、こちらで多くの方が買い求めているグルメ見つけました。それがこちらです。はい、ずんだバニラシェイクという商品なんですけども、その名の通りずんだとバニラのシェイク、その上にですね生クリーム、そして見てください、こちら可愛らしい小さい三色団子が乗っているんですね。見た目も涼しげで可愛らしい商品です。ちょっといただいてみたいと思います。うん、冷たくてひんやりしていて美味しいですね。本当に暑い日が続いていますからぴったりなスイーツですね。こちらがですね、スゴーパーキングエリア限定の商品でして、ずんだの香り、ずんだの味もしっかり、楽しむことができます。こちらお盆の期間は多い時に1日200杯売れるという人気商品ですね。こういったパーキングエリア限定の商品、ご家族でドライブ疲れた時に、楽しんでみるのもいいかもしれません。今日は県内の高速道路で、下り線で、ピークを混雑のピークを迎えています。そして上り線のピークは今月15日と見込まれています。そしてこの後も交通機関は混雑が見込まれますので、ぜひお出かけの際はですね、最新情報をご確認ください。以上、須郷パーキングエリアから中継でお伝えしました。